大きくて入りきらない、に対するみんなの反応集。まさか現役時代の勝負服がこんなにパツパツになるなんて、夫にどう説明すれば。ママ、ケツ。なんで引退後に勝負服を着る必要があるんですか？どこが引っかかっているんだ、お尻、お尻なのか。今夜はそういうプレイか。勝負服が別の勝負服になるんですか？学生時代の勝負服着て着衣プレイって賢者タイムになった後の虚無感やばそう。そんなパツパツになる要素あるかな、この勝負服。多分バストじゃない？ウエストはプラス10しても余裕ありそうだし。その時、普段よりも早く帰宅したグラトレが。そんなに興奮されるなんて、なんかお腹をさすってるように見える。下腹部をこすってるように見えるように凝らした画像だからな。引退したら修羅だった学生時代の反動で気が抜けて太るグラスは私の性癖に合っていますよ。グラスは細いからちょっとぐらいお肉がついた方がいいよ。胸がパツパツならボンキュッボンじゃん。仕事終わりの夫を出迎える判決状態で悪戦苦闘するムチムチグラス。サンクが増えるかっこ確信。やだ、大きくて入りきらない。思わず声に漏れてしまった。お腹は出ていないからと油断があったのかもしれない。スカートのホックを止めれないどころか、ファスナーが途中までしか上がらない。まさか現役時代の勝負服がこんなにパツパツになるなんて、夫にどう説明すれば。ただいまグラス、今もと。ガタンッパサッパサ。何かがぶつかった音と書類が落ちて広がる音が響いた。こんな状況でなければ喜ばしい愛する夫の帰宅だ。血の気が引くのと周知に頬が熱くなるのと相反するはずの感覚が同時にやってくる。あなた、お帰りなさい。これは、聞いてください。グラス、ごめん、夫は完全に抑えが効かなくなったのか。その一言を言い残し、理性が決壊した夫は私をソファーに押し倒し。続きはウェブで、ここがウェブだ、書け。こんな名文を生んでくれた SS ガキに感謝。さっさと書けー。どうなっても知らんぞー。これをノベリストにぶち込めばええんや。ここで止めて続きは想像に任せるのが大和なでしこよ。スペ完全に入らなくなった。思い出の品としてそっとしまった。キングウエストは同時からほとんど変わってないため切れはする。使い普通に切れた。旦那に笑われて回復体制になった。エルキングと似たような状況だがバストは当時から大きく作られていたおかげで比較的マシに切れた。黄金世代盛り上がってんな、スペ。普通にしているはずなのに主人がいつもバテてきます。グラス旦那がやりすぎて勝負服が少し破けた。後で補修はしたが旦那は狐のお説教を受けることとなった。馬娘と付き合ったら勝負服ちょいするのは当然みたいになってんだな。当然怒られるけど旦那の圧がやたら強くて押し切られちゃうんだよね。グラス530近くあったこともあるからモリモリにしていけ。言うなれば制服へマルチみたいなもんなんだ。男なら憧れる質なんだ。どっちであろうと現役時代の勝負服が着られるかどうかで悩む人妻馬娘は健康にいい。少なくともターボは成長したことで、あのインナーが着られなくなることは間違いないと思う。現役時代の勝負服プレイはブルボンの娘が広めたという風潮。元競走馬たちは現役時代の勝負服でマンネリ対策をするという風潮。失礼な共通衣装に体操服に水着に制服とバリエーションいっぱいやぞ。かつては短パンしか履いてなかった子がプレイでブルマ履いて耳飾りを逆にするというのもええね。耳飾りとブルマの関係に気がついた子はいるんだろうか。鈴鹿袖やすそ、スカートが短めになってしまったこと以外、特に問題なく切れた。マック一目見て絶対切れないと確信、即座に断念した。帝王久しぶりに着てみたがサイズはぴったりだった。出す回までも旦那としょっちゅう使うため、現役当時のものはすでに切れないほどボロボロになってる。現在のはレプリカ3代目、ウオッカ出すかほどじゃないが時々旦那に頼まれて着る。嫌がるがまんざらでもない。ゴルシウマトラマンスーツを昨日ごと完全再現して着用。旦那にも再現したスーツを着せて無人島をサバイバルする動画を投稿。スピカも個性があってよき。現役時代に相思相愛だったとすると様式があるならちょいしたくても我慢してただろうし今になって勝負服着てちょいちょいしたがるのはまあ自然だよ。普通に使ってそうな馬娘スカーレット、藤木石、フラッシュ。藤木石はいたずらでちょくちょく使うから多少体のサイズ変わろうが問題なさそう。藤木石と藤トレの夜のショータイムめちゃくちゃ盛り上がってそう。グラスで声荒げそうだから、枕に顔を埋めて後ろから攻められるのが似合いそう。さらに大きくなった尻が大迫力で揺れるのが見れるぞ。
勝負服を着て改めて愛を確かめ合う感じかな。キングは着れないであってほしい。他の馬娘と違う M ルチミがある。マックイーンの秘密、旦那との馬ちょいは芝5000メートル級で、毎回マックイーンがスタミナですりつぶすので、結婚後旦那の体重がげっそり減ってしまったので3ターン以上の連続失走は控えてる。マックでこれってことはヘビーステイヤーのライスはヤバそう。スタミナプラス 30% 補正を存分に活かしたスタミナモンスターカフェ。自前で回復スキル搭載してる子は絞り取ったりテクニック面や肉体面が良かったりするんかな。ステイヤーはやばいな。ズラトレは優しいから叩いたりせずにゆっくり撫でてじらすよ。ズラスワンダーちゃんの体を気遣って事前準備かっこいいミシンを入念に行うズラトレは私障害ですね。ズラスが泣いて懇願するまで準備かっこいいミシンをやめないし、その後泣いても謝っても娘が帰ってくる直前までやっちゃうんだ。鈴鹿さんはレスなのでは。鈴鹿さんは走らせると満足してしまうのでなんとか走らせない状況にして夜まで引っ張らないといけない。そういうプレイなん。そっそのようなことを考えてこの服を着たのではありません。この服には様々な思いが、レースの記憶が込められた大事な服なのですから、その、だから嫌だとは言ってません。そのような顔しないでください。あなた、わかりましたから。一方その頃トレーナー？当然、あんたは私の勝負服姿みたいわよね？うわぁ。ママがまたパパとすごいことになってる。本物の勝負服は思い出の品だし汚したくないから汚したり破れたりしてもいい展示用のレプリカとか買い取って存分にしたいよね。その成長期にあんなガツガツ運動してたら3年持たない気がする。当然のように複数着用意してありそう。お兄ちゃんは耐えられなかった。勝負服もいいけど勝負服はどうしても神聖なものという意識が染みついててダメ。レプリカもあんまりないし、そうお嘆きのあなたには学園指定ジャージですよ。ブルマの子は言わずもがなで、ショーファンの子も間に手を突っ込まれて、ダメだトレーナーくんトレーニング中にこんなことなプレイが楽しめる優れものですね。トレセンジャージならおそらく複数持っているだろうから過激なプレイにも使用できるのでは。耐久性抜群だし洗いやすいのもよし。あ、あなた、その、現役時代のジャージ、着てみたんですが、どう、ですか？以前は大事な勝負服を破いたので怒りましたが、ジャージなら、なぜ目をそらすんですか？教え子のジャージを見るたびに思い出してしまう？それはいけませんね。さすがグラトレ、ブレーキはしっかりしてる。ジャージ姿を見てムラッとしてしまうではなく、思い出してしまうなあたりラブラブなんだこいつら。グラスがブルマ履いたら一瞬で我慢できなくなると思うよ。里の家に婿入りしたトレーナーの身が人根の中だけで見ることを許される勝負服姿の里のダイヤモンド28歳。ルドルフの勝負服はただただ格好いいはずなのに当人の体つきと雰囲気の変化のせいで癒しくなるやつ。この勝負服は君と私の大切な思い出だ。恥ずかしさなんて全くない。胸を張ってきてみせよう。かっこ胸が張っているだけにみじみじって。体型的に入る入らないじゃなくてデザインが女の子しすぎてて大人が着たら尊厳破壊になるというシチュエーションが見たい。馬娘は昔の勝負服を着た時に、当時の自分が軽率に行っていた行為がどれだけトレーナーの劣情を煽りに我慢を強いてきたかを体で分からせられてしばらく勝負服は着られない体にされてしまうんだ。大人になったハルーララや西のフラワーに勝負服を着せる。なるほど体がムチ馬ボディに成長してても美味しいし、すんなり切れてしまっても趣深い。すんなり切れそうな激マブ、10年経っても体型どころか見た目もあんまり変わってなさそう。女帝は絶対に胸と尻がきつくなってるという確信。ダスカあたりがテレビでそれ見ててあの人全然変わらないわね。って言ってそう。フラッシュとか絶対ポロリすると思うんだよ。基本腹出してるやつはヤバそうというか布面積が少ないやつは全員ヤバい。それでは今回の動画はここまで。ちなみに馬娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。